中で売上が低下し、資金繰りが厳しくなり、従業員、とりわけ正社員の雇用条件の引き下げを検討する企業も出てきているように思います。今回の動画では、雇用条件の引き下げを考えるにあたって、注意するべき事項についてお話を聞いていきたいと思います。雇用条件の引き下げのため、会社にとってはどのような手段の活用が考えられるのでしょうか。弁護士の藤原さん、いかがでしょうか。はい、方法としては2つ考えられます。1つは、就業規則や人事制度を見直すことにより、確実的に雇用条件を変更する方法。2つ目は、従業員ごとに個別対応する方法です。売上の激減、営業時間の短縮など、給与額を維持できない合理的な理由があれば、会社側の都合で変えてしまっても良いのでしょうか。そうですね。法律や判例によれば、従業員に不利益が生じる場合には、従業員との合意なく労働条件を変更することはできないことが原則とされており、会社の意思だけでは変えることができないのが原則です。制度を見直す場合、また個別に見直す場合、いずれにしても従業員に対してはしっかりとした説明、これが必要で、同意を得ることが原則となっているということですね。それでは方法の一つ目、就業規則や人事制度の見直しによる雇用条件の引き下げについて、社労士の木下さんにお話を聞いていきたいと思います。はい。まず前提として、人事制度は一般に企業の人、人材に関する制度全体を指しています。ですから、雇用条件の引き下げといった場合でも、給与を下げるだけではなく、労働時間を減らす、従業員の職務役割を見直す、配置転換を行うなど、さまざまなアプローチを複合的に考える必要があります。給与を下げる場合には、人事面とりわけ採用など他の制度への影響も考慮に入れて実施することが重要になります。確かに働く側の従業員さんからすると、全く同じ働き方をしているのに給与だけ下がっちゃうと、こういったことになるとモチベーションが下がってきてしまって、退職を希望する人が増えてくるということもありそうです。そうですね。ですので、給与を引き下げる場合には、合わせて働く側が望む仕組み、今の状況ですと、例えばテレワークの推進や時短勤務の導入で、通勤時間、勤務時間を減らしたり、副業、兼業を認めることで、従業員が自ら所得を補填することができる制度の導入が、合わせて検討いただきたいですね。なるほど。そういった配慮があれば、働く側の従業員さんとしても、受け入れやすくなる面はありそうです。では具体的には、給与の引き下げはどうやって検討していけばよいのでしょうか。はい。給与に関わる仕組み、いわゆる賃金制度は会社ごとに異なりますし、制度として明確に定めていない会社も多いので、一括りにお話しすることは難しいんですけども、まず日本において給与を決める仕組みは大きく分けて2つあります。1つは仕事の内容だけで決める職務給と、もう一つは仕事の内容以外の要素を個人の能力として評価して給与に反映する仕組みです。前者の職務給なんですけれども、これは近年一部の大企業が採用しているというところですけれども、まだまだ全体で見ると限定的かなという印象です。後者の仕組みでいう仕事の内容以外の要素にはどういったものが含まれるんでしょうか。はい。一般的には年齢や勤続年数、その他には移動や転勤の有無、あとは将来の管理職への登用の期待など様々ですね。それらの要素を聞くと、多くの会社、とりわけ中小企業さんで採用されていることもうなずけるかなと思います。特に制度を定めてない会社でも定期的に給与の見直しを行っているという場合は、後者の個人の能力を評価して給与に反映する仕組み、こちらが採用されているとお考えください。ここでは個人の能力を評価して給与に反映する仕組みの方を詳しく見ていきたいと思います。この仕組みでの給与の引き下げの具体的な方法についてお聞かせください。はい。この仕組みにおいて給与を引き下げる場合は2つの方法が考えられます。1つは設定している給与の基準額自体を見直す方法ですね。それからもう一つは給与の構成要素のバランスを見直す方法です。前者は設定している給与の基準額、いわゆる給与テーブルを見直す方法です。後者は例えば年齢、勤続年数などの要素を減らして、役割、仕事の出来栄えの要素を大きくするといった方法が考えられます。こう
今のお話を伺うと、一見すると前者の基準額自体を見直す方法の方がやりやすいように感じるんですけれども。そうですね、前者の方法はよほど明確な基準がない限りは労働条件の引き下げが合理的かどうかという点で説明が難しく、従業員の納得が得にくいでしょう。別の論点が加わってしまうのでここでは詳しく見ませんけども、役職手当や家族手当など、いわゆる諸手当も同様の問題が含まれていると感じます。なるほど、従業員の不満が高まると労使紛争に発展するリスクも高まりそうです。後者の給与の構成要素のバランスを見直す方法なんですけれども、何に対して給与を支払うのかを明確にすると、こういったイメージで捉えておけばいいんでしょうか。そうですね、そのイメージは分かりやすいですね。賃金制度が明確になっていない企業においては、まず賃金制度を明確にすることをご検討いただきたいですね。賃金制度を見直した結果として、従業員さんに不利益が生じてしまうケースなんですけれども、法律上の留意点について改めて確認させてください。はい、冒頭でお伝えした通り、従業員に不利益をもたらすような制度の変更は無制限に認めるものではありません。具体的にはどういう場合に認められるのでしょうか。はい、給与の引き下げなど従業員にとって不利益となるような就業規則の変更については労働契約法という法律でルールが定められています。変更が認められるためには変更内容が合理的であること、従業員に対して変更後の就業規則を周知していることが必要とされています。次に個別の従業員さんとの関係で雇用条件の引き下げを検討したいというケースについて伺っていきます。担当する職務、役割が変わったり、テレワークの導入などで仕事の進め方が大きく変わったことによって従業員さんがこれまで通りの成果が上げられなくなった場合など、そういったケースでの雇用条件についてはどう考えればいいのでしょうか。そうですね、先ほど給与を決定する仕組みについて確認しましたけども、個人の能力を評価して給与に反映する仕組みの場合、担当する職務や役割が変わったからそれだけを理由としてですね、直ちに雇用条件を引き下げることはできません。担当する職務や役割はあくまで給与の決定要素の一部に過ぎないからですね。そうするとやはり先ほど申し上げましたけれども、会社として何に対して給与を払うのか、この点を明確にしておくことが極めて重要ということになりますかね。そうですね、また仕事の進め方が急に変わってしまったために一時的に成果が上がらなくなっている場合、これも同様にそれだけで雇用条件を引き下げる理由にはなります。仕事の出来栄えといったものもあくまで給与の決定要素の一部に過ぎないということですかね。はい、賃金制度の見直しを通して従業員に求める役割やその役割を担当するにあたり必要な能力、これを明確にした上で適正な評価のもと配置の変更や役職の解除、降格処分を行っていく必要があります。給与の引き下げが法的に有効かどうかも会社の賃金制度と引き下げを裏付ける事由の内容によって決まることになり、多数の裁判例が蓄積されているところで個別的な判断が必要となります。賃金制度の就業実態に基づいて処遇を決めることが必要と、そういうことですかね。コロナ禍で資金繰りが厳しいなど個別の従業員の就業実態に基づかず、もっぱら会社側の事情によって引き下げると場合にはどのようにすればいいのでしょうか。はい、その場合は賃金制度による対応とはせずに個別の従業員に理解をしてもらい、同意を得たとして雇用契約の変更をすると良いでしょう。従業員から同意を得る際に注意するべきことはありますでしょうか。はい、この時従業員が自由な意思で同意をしたと言えないと、雇用契約の条件変更は無効となるリスクがあります。引き下げに同意をしてもらったことについて合意書などの書面を作成することに加え、話し合いの経緯に関しても記録を残すようにすると良いと思います。また役員の給与カット、経費削減、資産売却、条件の引き下げを一時的なものとするなどの措置を取ることが合意の有効性を裏付ける要素になります。従業員の十分な理解を得られないまま給与の引き下げを推し進めれば、会社の信用評判の低下にもつながりかねません。給与の引き下げを実施する場合は、従業員に会社の実情をできる限りオープンに伝えた上で、社内の理解を得られるかどうか、前もって検証することなど、慎重な視線で挑むことが大切だと思います。
雇用条件の引き下げはさまざまな方法が考えられ、さまざまな留意点があることが分かりました。どのようなアプローチで実施するのが良いか、また規定規則をどのような書き方に変更すれば良いかなどは、お気軽に弁護士や社労士にご相談いただければと思います。また給与を引き下げただけでは経営が立ち行けない、そういった場合には整理解雇などの人員整理も視野に入れなければなりません。整理解雇などの人員整理については別の動画でも解説しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。